皆様ごきげんよう、ピエトロです。オベミ肉質テストサタン誕生祭2021年度復刻版実況パート3やっていこうと思います。はい、パート1の終わりが、古書1に今からレッツラゴーっていうところで終わっていたので、そこで分岐しての話になるので、まずは古書1での、設営から始まるのではないかと思われます。じゃあ、下のアルファベット見ていきます。2の A。いや、上の数字は良き良きなストーリーでございましたね。楽しかったです。サタン、この本はどこに並べればいい？ああ、やっぱ古書1からか。ああ、それは前列に頼む。ああ、並べ方にも工夫こだわりがあるのね。こっちはどうするんだ？はい、設営のタイミング、そうだな、ある程度本が売れてスペースができてから出そう。あ、全部は出しきれないんだ。まあそっか、限られたスペースにあれだけのね、結構箱の量多そうだったから、そっか。でも結構早く売れてましたよね。パート2参照いただいたら分かると思うんですけども、まだ設営前なのにもうブースの前に列ができてるんだけど、あーやっぱり、まあめちゃめちゃ大盛況って言ってたもんね、ラット図書館の蔵書だからな、欲しい連中は山ほどいる。はい、まあ好きな人たちがここに集まってるから、そらそら結構売れるか。出資5位カベサーの気分。カベサーあれですねイベントとかの、はい、コミケとかでのお客さんファンが多いから、壁際に長い列を作っても大丈夫なようにのやつですね。おい、おー、なんか聞いたことない BGM 流れてる。ベール、こっちの釣りまだか？こっちの釣り、あー釣り線ってことね、はあ、誰か会計を手伝ってくれ大盛況でございます。つか忙しすぎるだろ、シミョンたちはどこ行ったよ。あー、いないんだ。あいつらは設営までの手伝いだ。今頃会場内を見て回ってる。なるほど、今回私たちは、店番ってことね。パート2は、私とサタンデートしておいでみたいな感じだったけども、お誕生日なんだから。いやー BGM がでかい使えねー。ルシファー、これの続巻もあるかって聞かれたんだけど、まあ、あるやつでしかないよね多分。ない、そこにあるもので全部だ。なるほど、まあ全てが揃うとは限らない。それが古書一というか、あれサタン、何かた、何たくさん抱えてるのさ。これかプレゼントだ。あー、みんなからもらってるんだ、すごい。どうしてプレゼント？慕われてるんだね、悪魔たちから。俺の誕生日祝いらしい。すごい、恐れられてるだけじゃなくて慕われてもいるんだ。僕見たし。何を？客の中にサタンにタンプレ渡すために並んでた連中がいてさ、しれっと渡していったんだよね。ますますの壁騒感やばかった目の当たりにして興奮しておるじゃないか。なるほど、壁触ってそういうこともするのね。まあそっかそっか、その人が書いた本と同時に何かプレゼントってことね。まあ口に入れないものが主になるのかな。ファンの情念ってすげえな。はい、見たか、これぞ壁触のはい、レビが興奮してましたけども。二の C、 コミケはね何回か行ったことはあるんですけどね。ずいぶん売れたな、疲れた。はい、これ全部売れるんだろうね。ほとんど売り尽くしたし、客足も途絶えたし、やっと一段落かも。はい、皆さんお疲れ様。あーいどうしたんだ今も。超耳音で叫ぶのやめるし行きたりだーって最高音量で言ったんだろうね、最低音量で。マモンうるさい、マモンうるさいのはいつものことだけど、マモンうるさい。何、叫んじまうようなことが起きてんだからしゃあねえだろう。お、何があったのかな。本来売るはずほじゃ、本来売るはずじゃなかった本がね売っちゃったのか。どうして、なぜそういうものが手元にあるの。売るはずじゃなかった本って、まさかあれのこと、それまずくね。なんか私の知らないところでストーリーが間違って売ったのか。あ、わかんねえ、なくなってるから売ったかどうかも分かんないのか。落ち着け、一体何の本なんだ。え、もしかして何の本って聞かれても説明が難しいんだけど、サタンにあげようとしてた。ん、ここで騒いでいても仕方ないだろう。はい、上はやっぱり私との甘々で、下はやっぱ兄弟の祝福エンドということか。そうそうだ、こうしちゃいられねえ、絶対探し出そう。いいかお前らすごい、めちゃめちゃやる気じゃん、マモン。いいやつだな。勝手にサタンへのプレゼントと思ってるけども。待て、マモン。俺も行く。マモン一人じゃ心配だと。僕も。3人で行った。あー、店番がいなくなった。まあ、一段落ついてるから大丈夫でしょう。とりあえず、俺たちも探しに行くか、ピエトロ。いや、サタンはちょっとって言われるんじゃない？アスもどんな本か見た目だけでも教えてくれ。表紙は子供が落書きしたみたいな感じ。でも、デザインだけは最高。
子供が落書きしたみたいな感じ。絵本？あ、でも本は僕たちで探すからサタンは気にしないで。絶対そうだよね。サタンへのプレゼントだよね。なんだか余計によくわからなくなったな。はい、ここに残っているのは誰？ルシファーとサタンだけかい？レビはどうするかい？2の E。あー、やっぱ話数は短めですね。すごい、ここから動かないね。ずっとここにいる。他のブースに紛れ込んでる可能性もあるし、とりあえず辺りを見て回るか。その前情報だけでいけるかな。アスモに聞いた特徴だけでタイトルもわからない本も探すのは難しいが、書籍整理係として最後まで面倒を見る責任があるからな。それは終わったんじゃないの？すごいね、責任感がとてつもないね。この辺りにはそれらしいものがなかったな。ルシファーがブースで留守番をしているはずだ。今度はあいつに詳しい話を聞こう。最初に聞けばよろしかったのではないでしょうか。ん？あれはマモンか。一番に飛び出していったのに、ルシファーと何を話してるんだ？からよ、やっぱまずいだろ。で、誕生日のにあいつまでとか、何があるんだろう、にどうしろと。すげえ、長男と次男が2人で喋ってる。それだけでなんかいい貴重なシーンを見ている感じがするわ。私を返してないんだもん、あの2人が2人で喋ってるんだもん。今誕生日って聞こえたな。誕生日というと俺に関わることか。とにかくママ、お前は声が大きい。だってよ、サタンの嬉しそうな顔見てえじゃんって。いいやつかよ。サタン、ペトロ、隠れてないで出てこい。ギク、やっぱ私ほどになるとオーラダダ漏れちゃってるか。はい、見つかったようでございます。で、2位のチーとアイ、あと2話でございますね。さあ、パートさん、どういった、幕を下ろすのか。ゲッサタン、ゲッサタン、とにかく頼むぞルシファー。そういうことだからな。なんなんだあいつは、騒がしいね。それでどういうことなんだルシファー。誕生日がどうとか聞こえたが、お前には関係ない。なんだと。兄弟6人が関わってるのになぜ俺だけ関係ないんだと。今日このタイミングで誕生日といえば俺のことしかないだろう。俺はそこまでバカじゃないと。何度も言わせるな、関係ない。すごい強情だね、貴様。強行突破だよ、そのね、関係ないで押し通せるかな。どうしたペトロ、何か言いたそうだな。サタンをわざと怒らせてる。ルシファー、何か隠してる。はい、なんか下の方だと思うんですけど、わざと怒らせるっていうニュアンスがよくわからないんで、逆にそっちを選んでみました。そんなわけないだろう、てん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 。とにかくどういう意図があるのか聞かせろ、てん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 。ルシファー、さあみんなもう準備はいいかい。ただいま。サタンとペトロも戻ってたのか。にょーん。ベルゼブがニョーンって言っちゃって、ミョーンって言っちゃうね。どうしたのサタン、ルシファー、また喧嘩。お、え、これで終わるんだ。あと1話だけでも収集つくかな。はい、気になります。2の愛。これを見ろ、天才マモン様が見つけ出してやったぜ。お、おめでとう、見つかったんだね。は、何言ってんのマモン。ちょうど僕が見つけたところに偶然来ただけでしょ。手柄総取りしようとしているこの次男。はいはい、その辺どうでもいいし、僕たちには別の目的があるでしょうが。ん？ほら、今日の主役、前に出ろということで。こんなね、古書市全部終わってからじゃダメだったのかな。これでどうするの。今お客さんが、これ買いたいんですけどって言ったら、おい、いきなり押すな。はい、そこの川にダイビングさせるという、サタン誕生日おめでとう。はい、末っ子から、これは俺たちからだ。いい子たちだな。この本、子供の落書きのような表紙だがデザインは最高。もしかしてさっきお前たちが探していたのはこの本か。何の本なんでしょう。お、俺らからサタンへのバースデーブックだぜ。バースデーブックなるものがあるんですね。デザインは僕がやったからね、最高でしょ。何が書かれてるの。アルバムみたいな感じ。俺には関係ないんじゃなかったのかルシファー。さあ、そんなこと言ったか。こいつ、お前、まあ今日は勘弁してやる。みんな礼を言う、ありがとう。ただいま。いいところで帰ってきたね。サタンの好きそうな本いろいろ見繕ってきたよ。あ、なるほど、だからいなかったのね君たちは。僕たちからの誕生日プレゼントだ。
俺にありがとう、いいね、みんなに祝ってもらえるっていいね、よかったね。去年は僕がね、僕のせいで祝ってもらうことができなかったもんね、サタン。じゃあ改めてみんな行くよー、せーの、せー、あーごめん、僕せーののタイミングずらしてしまったわ。せーのって言ってくれると思わなかった。サタン誕生日おめでとう、ニッコニコー。はい、ということで、バースデーブックなるものがあるんですね。そこだけちょっと気になりましたけども、はい、やはり上はね、ラブラブピエトロとの2人のラブラブエピソード、下は兄弟たちとのね、はい、家族愛、シメオンとソロモンたちも来てくれてありがとうでございました。ということで、1年越しのサタン誕生祭パート1、パート2、パート3、いかがでしたでしょうか。いやー、ようやく解放された気分でございます。もう毎日毎日、サタンごめんね、サタンごめんねってずっと思ってたんで、毎日は思ってなかったけども、はい、ということで、サタン誕生祭イベント実況でございました。ご視聴ありがとうございました。とっても面白かったです。バイバイ。